日本茨城県伊子市日の出日の出は、茨城県伊子市の町名。現行行政地名は日の出1丁目から、日の出8丁目。郵便番号311-2423。茨城県伊子市の東部に位置する。北で、大須、北東で延べ方、東で福島、南から西にかけて板子、伊子北西で辻と隣接する。かつての内名坂浦を干拓した後に、 区画整理事業により成立した。鹿島臨海工業地帯に、県道三戸上須線でつながり、東関東自動車道の板子インターチェンジに近い。かつて日の出は内名坂浦と呼ばれる、外名坂浦とつながる、比較的浅い湖の一部であった。利根川と霞ヶ浦の合流する位置にあたる、この一帯は土砂の堆積によって、 サスが形成され、十六島などと同様に、近世初期より、神殿開発が行われてきた。内那坂浦の周辺は、大須、徳島、二重谷の神殿が形成された。二重谷は、幕府領であったが、板子村に開発と工作の権利が与えられた土地であった。法暦2年には、二重谷村を来てとして、村民の共有地として工作権を平等に、 分け与える趣旨の定めが決められている。明治時代に入っても、一帯の低湿地は水害に悩まされ続け、収穫できる年は3年に一度とも言われた。1891年に二代目板子町長になった、久保野屋作太郎は築堤工事を計画したが、茨城県は認可を不承認とした。しかし、久保野屋は、 町会の議決、地元農民の協力を得て前川、北と根川、那阪浦、ワ川に堤防を築定していった。その中で、那阪浦の内と外の境界の狭くなっている部分を横断する堤防を築かないことには、洪水時の逆流を阻止できなかった。茨城県はここに堤防を築くことは、立地域への影響が大きいとして、計画を却下していたが、 久保野野町長をはじめとした農民によって、築堤工事が強行され、阻止しようとする関係と戦いながら工事が行われた。明治26年に堤防が築かれ、この結果、那坂浦は内那坂浦と外那坂浦に分けられた。この堤防は、明治32年に県堤防に編入されている。内那坂浦は、恋、船、 ウナギなどの魚類が取れ、ヤやードは肥料に使われるなど、豊富な天然資源をもたらしていた。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。内ち坂浦に関するカテゴリー、ありがとうございます。